女優の相良樹さんが出演する超夜梅酒、酔わない梅酒の新クムが20日、公開された。新クムでは、酔わない梅酒の3代目イメージキャラクターとなった相良さんが、コマーシャルソングをギターで弾き語りしている姿が映し出されている。新クム、ギター、編は、爽やかな白のシャツワンピに身を包んだ相良さんが、青空の下でギターを手にし、酔わない梅酒のコマーシャルソングを弾き語りするという内容。相良さんは伸びやかな歌声を披露している。同商品の2代目イメージキャラクターは、相良さんが連続テレビ小説、トト姉ちゃん、で共演した高畑充希さんが務めており、相良さんは、歴代の女優さんの後を受け継ぐことになってとても光栄ですし、その分、緊張もしています、と恐縮しつつ。でも、クムのお話をいただいた時はとっても嬉しかったです。頑張ります。と意気込みを語った。新クムは相良さんの趣味がギターであることから生まれた企画で、撮影前には、ギターは趣味で、家で弾いたりしているんですけれど、とても人に聞かせられるレベルじゃないんです。しかも、こうやって人前で演奏したり、歌ったりするのは初めてなので、本当に緊張しています、と話していた相良さんだったが、終始笑顔を絶やさずに撮影を乗り切ったという。また20日、クムと同時に和やかな撮影現場の様子を収めたメイキング動画も同社の公式サイトで公開される。